はい、今回またまた誰やねんと。誰？でもなんか10番つけてんぞ。ダニー、クエベ、コーバーマンス。わからん。オフェンスでも17あるね。テクニックないと。パワー型やな。至近距離パワー型やな。パワー型やな。191センチ。えぐくね。クーフェルマンス。クーフェルマンス。オーフェルマルスでおったやな、マジ。クーフェルマンス。めっちゃ名前長いな。191やってかいな。こんだけガタいいけど、なんか世界的には聞いたことないな。まさかでかいだけ？でかいだけで終わっちゃった？うわ、オランダ代表歴4キャップ。どんまい。あ、現在は、メレフェディア。これどこや？どの監督？メレフェディアっていうところの監督をしてる。どこや？メレフェディアって。あ、オランダやねんな。多分2部か3部かな。メレフェ、フェルディア。これだ、2部か3部やな。ちょっとわかんないですけど、1部ではなさそうですね。はい。監督として、カブリーグで頑張ってるというところですね。オランダ代表4キャップで1ゴール。これもしかしてワンチャンある？ワールドカップ。行ってる？控えで行ってるとか？ああ、それはなかったと。ドンマイというところですね。こんだけのサイズだって、まあ、ファンペルシとかおったしな、そういや。おったな、そういえば。えぐいのが。ファンペルシー以外になんかいっぱいおったよな、なんか。忘れたけど。もともとスパルタの、ロッテルダムのユース出身で、で、AZ 行きの、PSV 行きの、でもオランダが何や、長いんやな。で、メジャーリーグサッカーのトロント。で、オランダに帰ってきて引退。うわぁ。これはやばい、やばいですね、このキャリア。やばめのキャリアですね。チャンピオンズリーグ11試合。まあ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 。295試合と。かもなく、不可もなくですね。微妙っすね。なかなかっすね。まあ、こんだけのサイズがあればね、プレミアとかチャレンジできたんかなと思うんですけど、なんか、何かが足らなかったんでしょうね。はい。まあ、現在監督やってるということなんで、もしかしたら、ワンちゃん、ツーちゃん、ないか。